兵庫県南東部に位置する稲川町には江戸時代の僧木喰妙満上人が掘り残した仏像木喰仏が数多く残されています。木喰仏はにっこり微笑む笑顔が特徴で、人々から木喰さんと親しみを込めて呼ばれています。木喰上人の生まれは甲斐の国、今の山梨県丸畑です。22歳で出家し、45歳の時米や麦煮炊きしたものを一切食べない修行である木喰戒を受け、生涯それを守り通しました。56歳で日本開国を始め、60歳を過ぎてから千体の仏像を掘ろうと心に決め、行く先々に仏像を残していきます。93歳で亡くなるまで、その生涯に歩いた距離は北海道から九州まで全国2万キロ、およそ地球半周分にもなります。83歳の時に日本開国の大願を成し遂げ、ふるさと丸畑に四国堂を建て、四国88箇所の本尊を掘って納めました。85歳の時、木喰上人は千体の仏像を掘る大願を果たすため再び旅に出ます。文化4年、1807年春、数え90歳の時、摂津の国稲川にやってきました。今からおよそ200年前のことです。稲川には摂津の名勝と謳われる屏風岩があります。屏風岩は寛政8年1796年に出された摂津名勝図会で紹介され、世間に知られるようになりました。その翌年には俳人大江丸が訪れ、船遊びを楽しみ、大井屏風岩の図を書き残しています。木喰上人はこの屏風岩のことを聞き知って稲川を訪ねてきたのでしょうか。また稲川の風景がふるさと丸畑に似ていると感じて、しばしここに足を留めたのかもしれません。木喰上人の風貌について、丹波清源寺に残された十六羅漢由来記によると、身の丈は六尺余りの大男。顔色はやつれて見えるが、雪のように白い乱髪は巻貝のごとく渦を巻いて垂れ下がり、ふさふさとした顎ひげも真っ白で、土色の頬絵をつけ、長い尺状をついて立った異形の姿は、そうとも見えず、俗人とも見えず、変化、強者の類に見えた、と記されています。稲川に入った木喰上人は、
阿古谷の毘沙門堂にとどまりました。そこで自分自身の姿を表した時刻像と7体の薬師像を作りました。仏像の背面から3月26日から4月9日までのわずか15日の間に合わせて8体の仏像を彫ったことがわかります。薬師如来は古くから病気を治す仏様として信仰されてきました。阿弥陀如来のいる西方浄土に対し、東方にはこの世の苦しみから人々を救ってくれる7体の薬師様のいる浄土があります。目撃証人が訪れた時、毘沙門堂には美しい二層が庵を守っていました。七仏薬師はその二層に似せたとも伝えられ、優しく慈愛に満ちたお顔をされています。一体が盗難に遭い、現在は時刻像と6体の薬師像が安置されています。稲川の目撃物は特に微小物として知られていますが、中でも阿古谷の時刻像は最晩年の傑作の一つと言われています。日本開国の満願、ふるさとにおける四国堂の完成、そして稲川の人情風景などが目撃証人の心に安らぎをもたらした結果でしょうか。日が明るい間、目撃証人は家事祈祷を行いました。その御利益はあらたかで、病気の者や悩める多くの人々を救いました。家事祈祷を始めると、群衆が雲のごとく集まり、大騒ぎになることがよくありました。その騒ぎを心配した役所からお咎めやくじを受けることもありました。日が暮れると目撃証人はお堂に閉じこもり、仏像作りに励みました。一晩中堂内に木を削るのみの音が響きました。目撃証人はその作業を決して人に見せませんでした。もし用事があるときは、外に吊るした板木を打って合図をさせました。満禅にある天入寺は、寛永3年1626年、宋義雄人によって開かれました。如意輪観音を安置し、昔はお乳がよく出る御利益のある観音様として庶民の信仰を集めました。天入寺には目撃証人自身の姿を表した時刻像と、阿弥陀如来の脇侍である静止菩薩と観音菩薩の3体の目撃物が残されています。阿弥陀如来が菩薩とともに極楽からお迎えにやってきた姿を表しているのでしょうか。菩薩二体は背中合わせにするとぴったりとくっつきます。一本の松の木を縦割りにし、
木を無駄なく使われたことがうかがい知れます。また時刻像には寺子屋時代の子どものいたずらでしょうか、足の爪などに墨の跡が残っています。子どもたちからも身近で親しまれた仏であったことが想像されます。木喰上人は仏像の背中にとても大切な情報を書き残しました。これを読み解くことにより、私たちは木喰上人や木喰仏についてより多くのことを知ることができます。木喰上人は日本開国にあたり1000体の仏像を彫る大願を立てました。日本1000体のうちとあるのは、そのうちの1体であることを示しています。また願い事として天下和順、日月清明と記されています。木喰上人が開国していた当時は、浅間山の大噴火や諸国で洪水、凶作などが続いた時代でした。それで天変地異のない天下太平の世になることを祈ったのでしょうか。その他仏像の名前、完成した年月日、自分の名前や年齢、仏像を彫る手伝いをした家政大工、余生の名前も見られます。文化4年夏7月初旬未明、摂津の国大井村水星山東光寺境内の大きな樫の木に、のみを振るう大柄な老人の姿があります。彫りの深い赤っ面と白く長い顎ひげは、今下界に降り立った仙人ではないかと思われますが、素肌にまとう薄い頬影がわずかに漱石にあることを示しています。時折のみの葉先が月光を浴びて鈍い光を放ち、打ち込まれた土音とともに汗と木くずが飛び散ります。大きな樫の木の浅くくり抜かれた空洞の中に見えるのは、1メートルばかりの仏様のようです。慈愛に満ちた眼差し、微笑みを含んだ仏眼、左手に赤子を抱くところを見れば小安観音像でしょうか。薄闇の中、老人の手は忙しく動き、みるみる像は形を現してきます。やがて老人は最後の土音を一段高く響かせると、手を合わせ、オンアロリキャスワカ真言を唱えて立ち上がりました。東光寺の山門をくぐると、樫の巨木に刻まれた立木小安観音像が目に入ります。かつて木喰上人が一夜のうちに境内の生きた樫の巨木に彫りつけたと言われています。掘られた後、しばらくすると落雷で上部が立ち枯れたため、今はお堂の中で大切に祀られています。古来より日本人は雷の落ちた大木など自然の中に特別なもの、霊的なものを感じていました。雷が落ちて、まさに立木小安観音に魂が入ったということでしょうか。北田原にある東光寺は、昔より大井の父薬師と呼ばれ、行基菩薩の作と伝わる
薬師如来を安置しています。薬師堂には時刻像を中心に獣王像など13体が安置され、死後の世界を表現しています。人は亡くなったら7日ごとにこの世の罪の審判を受けます。冥界で亡者を裁く閻魔大王など獣王の像は本来は恐ろしいはずの像ですが、東光寺の獣王像はどこかユーモラスな表情を漂わせています。仏教ではあの世の三途の川を渡ったところに枝のしなり具合で生前の罪を測るという恵良寺の大木があり、そこには相塚の馬場と呼ばれる恐ろしい姿の老婆がいるのです。三途の川をやっとのことで渡ってきた亡者はこの相塚の馬場に着ている服を全部剥ぎ取られ、その服を恵良寺の枝にかけられます。罪の重い人は大きく枝がしなるのです。また白鬼は刑の執行者ですが、恐ろしい鬼の表情はありません。木喰商人が作った白鬼はねじれた棍棒を持ち、虎の皮のふんどしを締めたひょうきんな鬼の像です。東光寺には獣王像のほかに相塚の馬場座像や白鬼竜像などあの世への道案内の面々が楽しそうに並んでいます。こんにちは。木喰商人は微小仏だけではなく、全国に500種以上の和歌を残しています。ここ稲川町の木津にあるふるさと館にも和歌3種を含む木石5点が大切に保管されています。いずれも商人の人柄や思想を知る上で大変貴重な資料です。ことぶき。長久は長く久しき我が心、心に問えばいつも長久。大きくことぶきと題されたこの歌は、木喰商人90歳にして自らの長寿と健康に感謝の気持ちを表した和歌です。また村人へのお礼に長命を祈って筆を運んだものとも伝えられています。長久とは長く続くこと、良いことが末永く続きますようにとの思いが込められているのでしょうか。年徳福は内豆で治むる年の暮れ、滅多無性に豆の世の中。立春を前に、お庭外福は内の掛け声とともに行われる豆まきは、旧年中の罪や汚れを払うための行事です。年徳とは、その年の福徳を司る神様のことで、その神様のいる方角、恵方に向かって豆まきを行えば、一年間福徳が得られると言われています。
大慈大悲。日月の心の神に天てらば、祈る心も同じ日月。大慈大悲とは、仏様の心で相手に何かしてあげたいと思う心。慈は父親の愛情であり、悲は母親の愛情を意味するとも言われています。黙食聖人は和歌の中で仏の広大無辺の慈しみと憐れみを日月の光に例えています。臨、平、等、舎、戒、鎮、列、在、善。争いがあれば仏自らが一番前に出て戦うという意味の9つの文字です。この9文字を唱え、人差し指と中指を伸ばし、他の指を丸めて手で刀を作り、空中に縦に4線、横に5線を書くと魔物を避けると言われており、修験道の呪文としても有名です。黙食聖人はこの長い書籍の上の段に、稲荷大明神をはじめとした11の神の名前を記しています。下の段は江戸時代広く民間で信仰されていた託仙です。託仙とは神のお告げのことで、黙食の諸聖君とも言われています。すべての書には神通光明黙食妙満仙人と署名され、花押が記されています。また願い事を叶えてくれる如意宝珠の画印が押されています。お聖人様、ありがとうございます。般若湯をお持ちしました。そう言って造り酒屋の主は聖人に酒を勧めた。聖人は口に少しずつ酒を含む。酒は米でもなければ麦でもない。米や麦の形を捨てた般若湯としか呼ぶことのできないものだ。千体の仏像を掘り切った安堵からか、般若湯は聖人の五臓六腑に染み渡り、頭にも染み上がってくる。充実感が思わず聖人の口元を緩めた。稲川町内には個人のお宅にユニークな黙食仏が2体残されています。1体は恵比寿さんと大黒さんが一木から彫られている珍しい像です。材木を提供されたお礼に残されたと伝えられています。背中には俳句、大黒も七福打って取り魚と、めでたいを抑えて一つ若恵比寿の肉が書かれています。もう一つの松尾大権現像は元造り酒屋の家に残されているもので、ご馳走になったお酒のお礼に酒造りの神様を刻んだと言われています。松尾大権現の背中には町内に現存する
26体のうち唯一、日本2000体のうちと記されています。これは1000体の仏像を彫る大願を成し遂げ、さらに2000体を目指したことを示しています。稲川町は冬の強い冷え込み、長寿の水とも呼ばれる鉄分の少ない柔らかな味の名水、そして酒造りに適した良質な米、さらに丹波杜氏に代表される優秀な酒造技術者と、気候、水、米、技術と酒造りに適した4拍子揃った地域です。木喰商人が楽しんだ般若と、今でも昔ながらの製法を守り、おいしいお酒として稲川の地に伝えられています。文化4年夏、東の空が白み始めた頃、仏像を掘り終えた木喰商人はすぐさま立ち去ろうとします。我夢のお告げにより600歳の寿命を得たり、願わくば稲の里を再び訪れん、我のこと世々に伝え忘るることなかれと言い放つと、稲川のせせらぎの音を耳にとどめ、緑深い山並みの中へ消えてゆきました。木喰商人は稲川に滞在したおよそ3ヶ月の間に30体を超す仏像を彫ったことが分かっていますが、そのうち26体が現在稲川の地に残り、平成11年1999年兵庫県指定有形文化財に指定されました。稲川町の木喰仏は木喰商人最晩年の円熟した作品であり、いずれも親しみやすい微笑みを浮かべた微笑物です。木喰さんは200年の時を経て、今も私たちに向かって微笑み続けています。